今回塗装しようと思ったきっかけを教えてください。まず最初に違うメーカーさんに一応見積もりしたんですよね。そしたらその時に税調の方で入ってるってその時に聞いて、何件かにちょっと見積もり取らせてもらったんですけど、それでちょっとネットで調べて田中さんの方にも電話させてもらったんです、はい、どこの塗装店か教えていただくことはできますでしょうか。坊さんと田中さんです。建物の築年数を教えてください。今年で45年かな。提出させていただいたお見積もりの内容はいかがでしたでしょうか。はい、納得してます。中山コーティングをお選びになった理由を詳しく教えていただきたいです。一番はね、まず金額の面で、まあ、ちょうど間ぐらいだったので決めました。作業中の職人の対応などいかがでしたでしょうか。丁寧にしてもらってると思います。はい、仕上がりはいかがでしょうか。あ、満足してます。施工中不安なことなどはなかったでしょうか。はい、主人もいろいろあと見たりしてたんですけど、その時気になったらその人と言ってたので、そんなにまで気にならなかったな、今回中山コーティングで施工して良かったことを教えていただきたいです。まあ、つつ丁寧に日々の作業内容とか明日するような内容、作業日誌みたいなのがあって、それでやり取りしてて、あ、この日のことするんだなと日々分かってたので安心して任せられました。徳島市で塗装を考えている方がいらっしゃると思います。その方たちに向けて一言アドバイスをお願いいたします。他社さんとも いろいろ見積もりしてしてもいいと思うんですけど、丁寧親切にしていただいたと思うんですよね。中山コーティングさんにおすすめできると思います。ありがとうございました、はい。